笑いコンビダウンタウンの松本人志が女性に性的行為を強要したとする週刊文春の報道で名誉を毀損されたとして発行元の文藝春秋と週刊文春編集長に5億5000万円の慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日東京地裁で開かれる。それを前に松本が25日弁護士を通じてコメントを発表した。松本は人を笑わせることを志してきました。たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張はかき消され受け入れられない、不条理にただただ困惑し悔しく悲しいですと胸中を吐露。世間に真実が伝わり、1日も早くお笑いがしたいですと本音を綴った。